い、みんなで読むミステリー遠見事件佐藤誠はなぜ首を切断したのかの感想編です。はい、この番組はミステリーを数多く上演しております真心18番勝負がミステリーに興味はあるけれど読むきっかけを探しているという人やですね、たくさん読んでいるけれども語り合う場所がないという方のためにミステリー初心者の劇団員と中級者の雑記作家町山が週替わりで一冊ずつご紹介するというですね、まあ、早い話が面白い本を紹介するので気に入ったら読んで楽しんでくださいという番組の感想編でございます。本日はいつもの場所を飛び出しまして新宿のとあるサテライトスタジオからお送りしておりますけれどもスタジオなのになぜかここへ280円のところ280円のサテライトスタジオです。はい、お相手は今週の担当の担当いないね。あ、いないよ、ゆきおです。はい、そしてくまちゃまです。はい、そして今回もなんだ、賑やかしい1号で、はい、紹介編に続きまして賑やかしい1号の、鈴木健太とたまたま飲みに来てました。あ、飲みに来てない、スタジオに遊びに来てました。キュンキュンね。はい、この4名でお送りしたいと思います。担当俺だった、いいや。担当って紹介者だって。そうです、いいや、はい、この4人で、いい感じでサテライトスタジオからお送りしております。もぐもぐするね。うん、飲みながら食べながら。はい、はい、じゃあどうでした。もうこれはガンガンネタバレしていっていいっていうか、もちろんもちろんガンガンネタバレしかない、うん、ネタバレしかない。そうだそうだ、伝え忘れてましたけれども、ネタバレ禁止の紹介編とは打って変わってですね、ここからはネタバレありきの感想編でございますので。今そうスタジオだから、はいはい、知りたくない方はですね、ここでちょっと喋ってしまいましたけれども、YouTube のこの画面の左上あたりにですね、紹介編に戻るリンクは多分貼ってありますので、そこでリンククリックして紹介編に戻ってください。コーラうまいぞ。はい、はい、というわけで、はい、実は紹介編の時に結構ネタバレを私してる自覚はあるんだけど、その内容的なことっていう意味ではね、ただこれの焦点になってる謎とか面白みというか、そのやられたってなるところがそこじゃないから、もうこのぐらいいいかなぐらいな感じで。全然だから僕紹介表も本当にね、あの場にいて、あ、そういう本なんだなって知って、でその後本をね本当に読んで、全然あの紹介編を聞いて全然ネタバレしてなくて、本当に3時間でどっかしちゃった。大体3時間ぐらいで終わるやつだよ、ね、すごい面白かった。何が面白かったってまず作りがね、素敵だった。だからそのさ、ルポ的なそのところで、その最初の前書きの部分とか、ちょっと難しい感じにあえて書いてあったりするけど、でも分量自体がね、その部分少ないし、物語で進行していくから、まあね、そこのなんだろうね、学者さんの言葉みたいなのも、なんかコラムみたいな感じで、ね、そうすごい軽く書いてあるからね。それもすごい適宜こう挟まってきてて、なんかすごい読みやすかった感じ、いいところで区切りが入る、後半ちょっと楽しみになってくるぐらいな感じだったけど、違う、なんかその詳しい結果が、何はともあるというか、一番の謎は、探偵だよね。誰だよ探偵で、探偵志望の子いたじゃないですか。いたミステリーマニア、ミステリーマニアだった、あの人って、消されたの、消されたの、いや、あの人だけ連絡つかなくなってるじゃないですか、でプラスその作中にあの人だけ確か、確信に近いところまで行ったのに、だけどそれが本当かどうか彼は知る余地もなかった、知ることはなかったっていうのは、ただ単に人生分かれ道があって、ただただ関係性がなくなったのか、それか、マコトチンがサクッとやっちゃったのか、マコトチンが捕まるまでだって2年ぐ
らいあるんで、そうそうですね、でまだあの場所で働き続けているから、うん、なんかそういうことなのかな、ちょっと認知にしちゃったんですかね、もしくはあのコンクリで黒潮でしょ、あなんかあれがさらっと書いてあるんですよ、そうそう、ね、そのサラリー加減がさ、すごいリアルに感じられるよね、あの僕これを読んでてね、うん、今やっぱりその作中にもあったけれども、うん、あの殺人サロンになってはいけないわけだから、それがね、やっぱりあすげえなって思っちゃいけないんだろうなっていう、うん、さらって書いてはあるというのも思ってたんだけど、うん、あのまあ、実際その遠見事件でこう、うん、遺体が残っている事件の描写は、うんうん、まあ、やっぱりすごく具体化しくて、うんうん、あのそこはやっぱり読んでて、うん、そのまあ、その、うん、ね、うん、まあ、これ誠が起こしたかどうかっていうのが焦点になってるところなんだけど、うん、若干やっぱりちょっといいのかなっていう感はね、やっぱ思ったなっていう、うん、生々しいところとさらっと書いてあるところと非常に良いバランスだったなって思ったんですよね。なんか想像をあんまり今までいろんなミステリー読んでてしてなかったけども、そりゃ首切るのってそれなりにこんだけ大変だわっていうのがなんか初めて、あの頭の中に残った視点というか、そこの描写もすごい具体的っていうか、冒頭でここを断ち切ってっていう、うん、書かれ方が、うん、だしファーストシーズンで、うん、あの阿比古さん の、 あの殺戮に至る病っていうのを、あ、はい、結構グロいやつ、そう、あののも担当でやってたんですよ、うん、でそれも連続殺人犯が、うん、しかも連続殺人犯の視点で描かれる物語だったから、それはね結構カッティングするタイプだったから、首ではないくてもっと黒いやつなんだけど、なんかその内臓が出てる、そうそうそう、それはすっごいこう読んでてリアルに想像できちゃう分、途中でちょっとこうもう半ページ飛ばせざるを得ないところがあったんだけど、そうそうそう、あ、これダメだ、もうやばいっつって買いやつやって、うんうん、でこれは飛ばすところはなかった、なんかでも私の中で結構同じぐらいに爽快感のある読後感ではあったんだけど、何一つね結論が出てないのに、うん、そうだよねこれね、何一つ結論出してない、出してない、どうかもねみたいな感じの、うん、まあね、これは、ね、結論、事実としては、うん、あれだよね、あのペロッと出てくる表だよね、そうですね、僕ね実はあの表気づかなかった、嘘、でも最後に、うん、ほらイクルーが、うん、イクルーがさ、イクルーが変わってたね、で、ご名字が変わってるわけじゃないですか、うん、まあそれはもちろん結婚したんだろうなって思って、うん、いやでもその辺どこにも書いてないから、うん、まあ違うのかなって思ってたら、スラッと刊末資料に書かれてて、僕はそれ見てにやりとしましたね、あれなんかこう、しかもちょうど開いて、あの表の最初の方じゃなくて、ちょうど耳になんとなくかする最後の方に書かれてるから、なんかずっと流し読みしそうなところに、そうそう、流し読みしまったな、そこまで読んだけよかったなって思ったんだけど、それを後から言われて、あうん、私だからあのうちの先生、町山先生とちょっと似てるところがあるっていうふうに思ったんだけど、それがそういう資料の部分だったりとか、あとはそこからさらにその何て言うの、予告編っていうか、そうですね、その予告の広告、うん、がの仕込みみたいなことが、うん、あーうちっぽいなと思って、うん、だって時系列をちゃんと合わせる、そうそうそう、外のもう一個外の世界を作るみたいな、うん、なんかやっぱり深みが増すなって思うし、うん、あの現実で起きたことでは本当にないのに、本当に現実にこれがあって、うん、でそのまあまあ、イクルーだったけど、うん、それとあのバイトのね、うん、ペンネーム弓坂さんが、うん、ちゃんとそれを
まあ、ルポなんて言うんですか、ルポルタージュ、ルポルタージュをしているような本当に本に思えたのはすごいなと。だから本当に僕前作あると思った広告のあの広告騙されたの。あのあれちょっとうまいこと計算できてないんだけど、ってことはイクルは弁護士になる前に結婚してるんですよね。弁護士になってないよ、なってないよね、うん、なってないけど、ね、多分あの勉強してる途中でもう結婚してる、うんうん、これはだから刑が決まし執行日を教えてもらえないんだよね、うん、確かそうです、ね、執行日を教えてもらえない、周りの人たちもその日に行く、執行する命令、うん、事例が突然降りてきて、うん、あ今日です、あの日ですってことに、うんなるわけです、うん、急にいいご飯が出るとかいう、なるほど、そうか、なんとなくでも予感はあったのかな、どうなんだろうね、なんかわかんないけど、でも、うん、あの本当にそれを感じると、うん、あのまことちゃんもえって言わないような気がするんだよね、だからまことも最後にそのリクルから手紙を受け取った時に、うん、ビリビリに破りすぎてね、うん、捨てたから、うん、それがやっぱりまことの美学、うんうん、だったじゃないですか、うん、あの過去にもとらわれ、ね、とらわれないというか、過去を後悔しないというか、そんなことを無駄だった、うん、これからするべきことをやっぱりやる、で自分のことを誰にも覚えてもらいたくないというのがやっぱり美学だったのに、うん、そしてイクルどうなっていうの、イクルが変えたんです、そうだから何が彼をそんなに突き動かせたんだろうと思うと、うんうん、まあ、彼女の情熱ももちろんあるかもしれないけど、なんかこう、なんとなくだからやり取りを想像したときに、分かった、分かった、じゃあ結婚して、して、来るの、えっつって、えっつって、何言ってんだよって、僕は死ぬんだよみたいな面会とかもね、あったと思うし。まあ、面会がだから、いやいや面会が親族しかできないから、そう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 ああそうかもしれない、なんかだからその図をさ、様を想像させるよね、逆にね、書いてないからこそそこでどんなやり取りがあっただろうみたいなのが、どっちが主導権にいやー、誠人恋愛方面から聞いてるからな、ディズニークルーだと思う、うん、イクルちゃんがなんかガンガン行ったんだと思うけどね、なんだかんだ言ってイクルちゃんもおそらく今生ビールをしました、次の人に目を向けるとかそういうこと一切ないやないなって、それはないんですよ、多分だから一生かけてこれを、ね、もうあるとしたら予備作さんぐらいだよね、そうね予備作さんとなんかあの、ね、もっと 広めるためになんだろう、あのちょっとここ組んどく方が話題になるからっつって、うん、そう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 、まあでも最後にね、そのイクルの言葉でね、あの、うん、まだまだ書くことはいっぱいあるっていうふうに書いてあったから、ずっとこの活動していくんだろうなってやっぱり思うし、他の事件に関してやるんでしょうね、やってんじゃない、うん、あその本当に彼女の主張としてはさ、誤解をしてほしくないっていうか、誤解されてほしいがあるのが嫌だみたいな感じじゃん、そうね、そっちの判断は間違いないけど、間違いないよ、もっと完璧だと思うよってことそう、確かに逃避事件じゃなかったら彼は捕まってない可能性高い、そう、うん、そうね、うん、まあでもいずれそら、そのより戦い続けるからにはより強い、自分よりもやっぱり強い相手に当たることはもうやっぱり必然であって、いずれはやっぱり捕まっていたかもしれないけれども、こういう展開では絶対ないし、
それこそ自白をしなかったかもしれない、うん、そうだね、自白は完全になってね、隠すためだったもんね、うん、まあ、あれが本当だとすればね、うん、なんかこう結構真面目な子じゃん、マコト君が。最初の説教からだね。あれ面白かったね。面白い、今日はすごいな、うん、取り次ぎの取り分だね。うん、そりゃ誰でも黙るわ。そりゃすいませんでしたのって思うよね。まあ、そうなんだね。みんなそうすればいい。実装を教えればいいんだ。単純にいいことですか悪いことですかじゃなくて、違う、ちゃんと考えてみろって、うん、っていうもっと儲かってるところからやれあの人とかと、よそでもあんまやるなって本やればやんだね、もっと景気で良さそうなんかでもあのなんか中学生だったじゃない、うん、好きで、あ、でも中学生に対してはそういう言い方の方がやっぱりダメだっていうよりかは、そうですね、うん、その大人っていろいろ大変なんだぜじゃないけどで、やんなとは言わないけど、うん、あのでもなんでじゃダメかっていうのを分かるなっていう言い方をするのはすごいいい、いいダメ出しというか、ね、ちゃんとね、こうあの自分を大人として対応してるっていう感じがするよね、なんかそこをもう超えちゃってる子っていうか、うん、そこでだから何よみたいな感じになっちゃうタイプじゃなくて、うん、まあ、いくらがそういうこと考えたことなかったっていうタイプの素直な子だったからこそ余計響いちゃうんですね、あのコロナ禍のゲスの極み読み坂どういいキャラしてると思うあの話しさせてくださいね、初めにあのキャラね、うん、ダメでしょやりすぎでしょ、やりすぎでしょあれ、今日まさかあいつが、ね、まさかだからね、あのもうちょっとあの頭良かったあっちの子の方がと思いきやみたいなそう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 違うんだ、そこじゃないんだ、全読み坂は読み坂でやりすぎたって後悔してるんでしょ、かわいい、落ち込んじゃってる、落ち込んでいくともう休んじゃう、スマートにやれなかったから俺って思ってこうちょっとイライラしちゃってたからね、あの時みたいなねそうそうそう、だからほらある程度その登場人物に無駄がない作品だった、うんうんうん、まあ、それこそそのゲームさんもそうだし、クルーもやっぱりすごく重要なところを占めてる中で、本当ね、月島とトッキーだけまあいることは確かにいるんだ、いるモチーフではあるんだけど、トッキーはね、僕いらないと思うまあね、あの、ね、読み坂でも大丈夫なはずなんだよね、そうそうそう、うん、じゃあなんでトッキーがいたんだろうと思った時に、トッキーでいいですね、うん、トッキーの、そう、だからトッキーが、まあ、初めに言ったように途中で消えちゃったから、うん、いや、本当にトッキーは、カメラやられたのかなかもしれないよね、しがしら掴んだのかもしれない、どっちも、その読み坂の時にもこう同じミステリー好きっていうか、うん、ミステリー寄りだったらこの2人もうちょっと交流ありそうなもんなのになと思ったなんかあんまり、あ、そうですね、あんまり絡んでない、すごい流派が違うのかなって、美坂さんが書いてくれてるわけじゃん、この部分は、うん、だからちょっとトッキーをライバル意図的にカットしたっていうことですか、編集だねそのしこりが残ってるこいつの手柄にはさせねここ本当は俺だけどなってことなるほど、それだと一気に人間出てもいいですね、まあでもやっぱそれは、ね、物語の都合っていうか、ね、ここで、あ、ここで読み坂さんなのねっていう感じ
ことはみんなトッキーだと思うからっていうのがあるんで、うん、そう突然の探偵役がね、突然の探偵役、突然の探偵役と突然の名探偵びっくりした名前だけのやりたいなぁ、探偵名前しか出てこないしやることはないしかも女子っていうカットインで影だけ見えるんですよ。うちの台本書いてもらいたいなるでしょ。すごい面白い。面白そうだよね、うん、先生と友達になるね。そうなんかうまくこれを聞いてこううまくこう繋がって聞いてくださらない仲間にここになんてでいつかゲストに呼びたいよね。見ていただいて、なんかアフタートークとかで関係ない方がその時はきっとここですかね。この場ですかね。サテライトスタジオ、サテライトスタジオで新宿にしがけの西口。お兄ちゃん的には、うん、どっちだと思う？どっち、うん、だって誠は結局、うんうん、あのその切れ味のいいナイフを隠し持って入ってるわけじゃないですか。まこと、あ、うん、まこと、大見事件は、うん、イクルーが言ったことが本当なんだったら、うん、なんであの時に持ってれたの？でも結局、でもやろうとは思ってたんじゃない？やっぱり、うん、殺意はなかったんですよ。そっちは、やっぱりその人はやっぱり殺す、だから誠の性格上、うん、その殺人と計画はもう一体化してるから、うん、あまあ、ちゃんと準備してないとね。そうそう、必ずその証拠が残らないように用意していくはずなのに、うん、それが盗み事件ではなかったから、うん、じゃあ結論として、うん、まあそういう結論になってるわけです。準備とか何か予感めいたものとか、たださ、そのなんつうの、仲良しのさ、ほら親友というかさ、あの他の店舗の店長と話してた時に、この時に初めてやろうって決めたっていう要素があったじゃないですか。まああれはでもミスディレクションっていうかね、うん、その、そうそうね、大量殺人鬼が実は殺してませんでしたっていう話だなと。だから、うん、そこのね、ミスディレクション、うんうん、ね、でミスディレクションとするならば、うん、そのもう本当に冒頭部分の、第一のこの事件が起こる時に会いに行く時に、確かに三軒先のところから最寄り駅から乗ったっていう描写があるんですよね。いわゆるレンタルビデオ屋さんがあったはずの、うん、それもやっその描写もあるし、でもナイフを持っていってるっていう描写もあるし、でもこれは後から書かれたもんだし、ミスディレクションもあるから、うん、その描写記述が全て正しいとは限らないんだけど、やっぱりそれが結局じゃあどっちだったんだろうっていう、そのが分かんないって、そうです、結局ビデオ屋から出た姿をイクルが見たみたいなことを言ってるけど、それはまあ嘘だよとかって何とか言ってるけど、うん、なんかちょっと驚いた顔したとかなんか言ってる、ね、ああ、なんかね、なんかちょっと慌てたような顔したみたいな、はいはいはい、だからあそこは本当なのかなとかって思って、僕はそこ本当であったあってほしいなって思うけど、そのまあそのよくあるというか、すっきり終わらせるためには本当なのかなっていう、まあね、割とずさんなアリバイ工作だから、そうそう調べれば分かるでしょって僕は思ったんですけど、うん、そんなに非協力的なんですか、ね、どうなんだね。まあでもそれだけまあね、個人情報ですね。まあまあご時世、ご時世、時代設定もすごくね今に近いよね。2005年が最初だもん、うんうん、すごい面白かったな。刑事さんもちょっといい味出してる、うん、最初からなんとなくあいつ引っかかってんだよなみたいな、すごい匂いがする一人だけ昔の刑事みたいな、そう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 感じですよね。勘を頼りにね捜査は足だっていうタイプのいいとこ行ってんだよなみたいな浴びる刑事、浴びる刑事
出世しないタイプ。だから決勝の人殴っちゃう、殴っちゃう腹一発ドーンでムカつくもんね。そこはおよくやったすごい中性的な、なんだろう、二次元の絵柄で想像してたから。え、何を私が。でもそんな感じはちょっとしますね。あの、なんつうの、よくある、なんつうの、普通で平凡でって言われてる主人公なんだけど、あの、普通にイケメンだからっていう普通で平凡はお前の隣にいるその友達のことを言うんだよ。君は主人公だから結構かっこよくなってたからみたいな。ありがとうございます。だから疑われないんだよみたいな。補正だ。そうそうそう、主人公補正だ。これはだから、あれだ、イクル補正で、あ、イクル補正、そうですね、全体多少あるよね。面白かった。本当に清みだった。ヨムサカさんがでも、優しそう。ご本人が優しそうな感じです。なんだっけ、先生と話してたもんっけ。これあの本当のご本人が、あの普通のヨムサカと同じようなタイプだった。怖いねっつって。やだねっつって。いやマジ無理なんすよ。いや俺全然イクルがみたいな。ちょっとね、なんとかじゃねえんですよ。この言葉、このセリフマじゃないなって。面白いな。エノルクボマーっていうね。あ、それは何だったんですか。それが分かんなかった。エノルクボマー。この人のね、ペンネーム。あ、そうなの。昔高校してた時代に、はいはい、アイロニックボマーっていうちょっとテロリストみたいな名前を、で投稿してたの。なるほど。ここ分かんなかった。なんでそれをつぶやいたんだろう。何の呪文だか分かんない。何の呪文だ。なんかギリギリをでも攻め込まれてる感じはあって、あの最後のさっきすごいいいよねって言った告白だけど、あれもちょっと間違うとすごい中立的というか、あそう、あのうわーっていう方になっちゃう。最後の広告とかさ、あうわきついなーっていう感じになっちゃうけど、じゃあそこをそうならないように作られてるなと思うところが、やっぱ先生に似てるなと思って、広告だけ見ると若干中臭い感じがしますから、そのセリフとかね、君は誰だい、あなたの敵よっていう、どんな名の目相当第一弾とテイスト違うのかなって。でほら読み方さんがね、ミスターカラフルでしたっけ、前全くその作風が変わるって言われてたからこそ、その事前情報があったから、本当にでもこういうテイストのものを書いたのかなって思った。第一弾と書いてるかもしれないよね。あ、どうだよ。あ、書いてるかな。分かんないけどね、あのメフィストに投稿してたかもしれない。あ、第一弾が実は実はそこで月島大活躍してるかもしれない。あのね、ミステリー読むときって、ある程度予想しながら読むんですよ、僕はやっぱ初めなんか、やっぱ情なんだろうなと思って、なんだろう、そういうちょっと、まあ、ちょっと狂心的ではあるけれども、せめて殺した二人を一緒にいさせてあげるために切断したのかなみたいな、
っちの方を本当は持ってこようと思ってたり、そう、まあ、やる、あの一緒にし一緒にさせてあげたかったっていうのかな、うん、そっちの方なのかなって状況、状況、状状況、まあ、状況もしっかりだし、し、やっぱり父親と娘だから、その死ぬ時はね、ちょっと一緒にさせてあげたかったのかなっていう情なのかなと思ったので、まあ、結局は情だったのかもしれないと思うんですけど、そこだけではなかったんだと思って、私多分あのミステリーでもミステリーじゃなくても割と予想しながらっていうのを読むって言ったけど、あの多分予想しながらも読んでるとは思うけど、どちらかというと物語に入っちゃう方だから、あのだからね、登場人物が少なかったりとか想像しやすいやつの方が結果なんか楽しくて見るんだけど、だからあんまりなんかこうどうなるんだろうとかはなんか考える間もなく読み終わっちゃったみたいな感じあるんだけど、あの先生は結局これも構成的に読んでたみたいな、うん、まあそうね、ってことはじゃあどこら辺でいわゆるその本当の謎というか本当はやってないっていうかさ、うん、ところにはたどり着いてる、本当はやってないっていうか、あのこの構成、うん、本の構成を見て、で最初にイクルの話が出て、でもイクルが書いてるか書かれてないじゃん、うん、いやだから書いてないから、うん、イクルなのかなって、なんでそこでわかるの、いやだから構成読みする人にはわかっちゃうというか、だから僕初めは、うん、イクルが殺されるのかなと思ったの、あ、わかるわかるわかる、思った思った、うん、何俺に惚れてんだよみたいな感じで、サクッとそれ迷惑みたいな、来るんだかなって思ったけど、割とその事件とか佐藤誠に関する執着みたいなものを割と濃いめに書いてあるじゃん、初めに言うので、はい、でイクルの話が出てきて、でしばらくしてからまた回イクルが出てくる、あのちょいちょい来るようになるみたいな、でそこら辺でこいつあれかな、作者っていうことかなっていうふうに思ってたんだけど、今弁護士を目指してるって時にあれちょっと違うのかなって思って、弁護士になるために勉強してるっていうところに、で親族が弁護士かって言って7年は無理かなって思ってたじゃあ親族かって思って、うんうん、あそこまで行ってたんだ、だってその、ま、冒頭で何回か面会してるって言ってたから、そこで読み取れるのか、そうか、知識系集と4つが面会できるのは、うん、なんか、うん、取材を本人から聞いたみたいなこと書いてあったね、だからって思ったのはあるけど、まあ首が首切るのがちょっと難しいかなと思ったのは、その本当は刺さってる傷口から切っていったっていうところは多分警察的鑑識調べたら分かるだろうなとは思う、うん、だからそこがどうかなっていうのはあったかな、その、だからまあおそらく殺したんじゃないんだろうなっていうのはここまでの運びでなんとなく想像つくじゃん、あの終わりの方に近づいてくれば何かしらこう他の事件とは違うっていうところがあって、ただなんだ、両党を海に捨てに行ったりとかっていうのはあったから、そうすると娘の方がの殺人では使ったんだろうけど、そっちの方のまあ順番っていうのがね、なんだろう、お父さんの告白文というか、なんか告発文っていうか、あれが出てくるのがちょっと遅かったから、どっちかっていうと、買収事件がさ、はい、なんだろう、直接事件に関わるっていうよりは、何かしらなんか、その警察の暗部みたいな方向で書かれてたから、これ、書き方あまりにも唐突だけど、そこにね、これは、こんだけ唐突ってことは、本当に関係ないのかなと思って、なるほど。
あのこの事件に関わることとして書くんだったらもうちょっとうまく書きそうなもんだけどなと思って、だからそこでちょっとあの時間かかったとか、もうちょっと後の方に行くまで分かんなかったけど、だいたい読坂くんが出てくるあたりかな、なんとなく全体が分かったのが、すごいね。でもやっぱすごい、書き方とか書けることと書けないことでだいたい真相が決まってくるから、ここは書くけどここ書いてないってことはここに関係ないことなんだろうなっていう、まあそこね、実際はあの いくらでも無限にあるけどこれを選んだっていうことと、まあそういうところで想像してるんだよね。そういうしないみーちゃんしない。多分リスナーの方も大半はそう思ってるから。あーでもミステリー好きな人たちだと、それだから多分あの同時に普通のお話を読む感じと同時にそんなこともちょっちょい気にしてって、それがミステリー好きな経験値から来るものなのか、うん、作家思考から来るものなのかって分かんないんだけど、まだ自分が全然どっちでもないから分かんないんだけど、なんか羨ましいなと思う反面、そういう風に読めちゃうっていうのが、それはそれで楽しいのかもしれないけど、だから今の子のどっぷり使って読むタイプやり方っていうのがちょっと変わっちゃうとしたら、それはそれでなんかこうどっちがいいかなみたいな感じはね、こうちょっとこう本人っていうか当事者の感じで読むのと、私って多分 あらゆる分野において自分が普通であることをすごく確信してるから、うん、自分で標準的な、だから一番いいお客さんだと自分のことを思ってるんだよね、その中に入るって、そうそう、だから私がある程度先で読めちゃったら、うん、これはここまでは読めるってこと想定して書かれてるなっていうふうに思うから、はいはいはい、だからみんなが読めてるだろうな、そう誰でもここまで来るなっていう感じで、そういう風に自分を使ってた。あれ秘密に警鐘を鳴らす。流れ。雪をこれ以上読まない方がいいなって。やめましょう。読んでください。はい。別にそれミステリーに関係なく、そうだ、ね、やっぱり何でもある程度。ね、それこそよくフラグとか言うけどさ、こうなったらこうなるんだろうなっていうのはあるじゃん、うん、ここでこいつ急にこんなに活躍しだしてこの後大丈夫かなあるよね、あるフラグですね、うん、でそういうのの延長だとは思うんだけどね、ただそれがあの登場人物とかだけではなくて、その字の文だったり、うん、書き方だったり情報だったりっていうところに同じような感じを、だからやっぱりそのフラグっていうのを感じるっていうのはやっぱ慣れっていうかさ、うん、いっぱいいくつかこう本を読んで、ある程度こいつがこういう感じになったらこうなるんじゃないかなっていう、うん、そういうものなわけじゃん、うん、だからそういうのが、うん、他の部分でもあるんだろうね、それをいくつかのそういうフラグをなんか特に意識しないでもなんとなく組み立ててるんだろうな、うん、あとはやっぱり無視的に言うと何かしらこう、うん、どんべん返しだったり、こう思わせ続けておいてこうじゃないんだろうなっていうのが前提としてあるから、ね、それこそ誰々が書いてるんだからこういう風にはならないだろうなっていうのとかもあるわけだから、そういうところはやっぱりこう、うん、まあ、ミステリーに限らず数読んでるとあるんじゃないかなって思う、うん、ちなみになので真心のあのミステリーの作り方というか、作るときはあの大抵私がだからパロメーターになるというか、これバレるよとか、あただあの
バレるよって言っても私なんか本当に普通だから、うん、最初にもうネタを合わせてプロット立てる前段階から、うん、うちほらほぼ当て書きだから、うん、今度はこの方とこの方この方を招きして、そうするとここを犯人にしたよねとかさ、うん、そういうこともさ想定しながらやるわけじゃないし、うん、はい、でだから犯人が分かっちゃってる状態から、うん、話は知らないけどこの人が犯人ですよね、だから余計分かっちゃってるところはあるんだけど、だから逆にうちで作る時とかは、うん、先生大丈夫これバレちゃいますよって大丈夫ですか先生ここまで書いてバレますよこれって言って、うん、っ先生が大丈夫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 っつって大丈夫だよって言われて大丈夫だよって言って、絶対バレちゃうよそこまで言うならいいけどみたいな感じで、まあ、結果バレないから、だからまあ、ね、それだけ先生 の、 そのバランス感覚っていうのが、まあ、いいんだと思うんだけど、いやそういう意味でもその最後の広告のバランス感覚っていうか、あ、その中人になりすぎない、そう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 通知じるもの、通知の近いシーンものを感じるんだよなまあでもやっぱね、なんだろうね、そういうのってやっぱギリギリじゃないと良くないから、勝つのは簡単だからさ、うん、そのね、見てた人もオチとか知った後に、まあ、例えば2回目読み返したりすることもあるけど、まあ、本だとね特にページ戻ったりできるのがしやすいからあれだけど、そういう時にそう書いてあったわっていうような、そう言ってたわっていう風になった方が面白いじゃんと思うから、やっぱギリギリをつきたいよねと思う。それがなんか最後の衝撃みたいなものが、うん、字の文じゃなくて視覚的にやってくるのが、なんかキュンキュン悔しいって言ってたけど、うん、視覚的にやってきたのがまた新しかった。描かれてない印象ではない、割とこう簡素にね、そう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 、さりげなく出てくる感じがね、クレジモネス途中までは見たと思うんだけどいやだからそこを最後流しちゃうところでこう仕込むめくる瞬間にあれ今って書いてあるってみたいな息というかおしゃれというかいやおしゃれだってね、ですね、さりげにね作法になってて、うん、逆歴でそれを出してるっていうのはすごいなって、うん、なんかね、いろんな方向でミステリー読む方いらっしゃると思うけど、うん、やっぱりあっっていうのがあると、うん、やっぱりあ面白かったなって思うじゃない、うん、だから満足感がやるなっていうなんかやっぱそれがちゃんとあったなっていう、うん、何一つ解決してないくせに。いや面白かったです。面白かったです。いや本当にいい本でした。はい。まあそうですね。現代の首切り物としても高い水準だと思いました。はい。じゃあこんなところで。はい。はい。はい、ではね、もちろん今回もリスナーの皆様とも、そうだ本当にリスナーの皆様ともぜひぜひ語り合いたいと思っておりますので、ご意見のある方はどしどしコメントをなさいませ、はい、まあ毎度のお願いでございますけれども、コメントはネタバレ禁止でよろしくお願いいたします。というわけでこの辺で今回のお相手は、おっと次回から、あそうだ次回からここで言いますかね、はい、はい、では次回からがまたご紹介するジャンルが変わってまいりまして、はい、次回からはユーモアミステリー編ということで、ユーモアって何よって話だよねそれユーモアって何なの、よくね聞くというか使う、日常使っちゃうような言葉だけど、ユーモアミステリー、そうなんですよね、ただ課題本になってるやつで、はい、私も渡されたやつ実は読んじゃったんだけど、うん、ユーモアだよ、うん、ユーモアだった気になる、ね、気になりますね。というわけでぜひぜひ次回からユーモアミステリー編ということで、お楽しみしていただければと思うのですが、その次回ユーモアミステリー編第1弾は、トニー・ケンリック作スカイジャックをお届けいたします。というわけで、はい、はい、では今回のお相手はゆきおと松山と鈴木健太と
居酒屋に居合わせましたキュンキュンです居酒屋って言っちゃったこの4人で、はい、最後の最後でお送りいたしました。それではこの辺でバイバーイ。